ちは。こんにちは。ちょっと先これですね。座り心地のいいですよね。いや、原監督も座ってるからね、これ。あ、そうですよ。そうそうそう。元々言えば そこからですもんね。そうですよ。あ、原監督、そういえばそうそう、キャンプの時にね。キャンプの時に。だが、ちょっと来いよとか言われて。で、脱されてる。脱されて。いや、俺は離れたんだよ。はい。原監督がファンに対してこうサインしてあげてたから、うん、はい、だからいいのかなと思って、うん、まあまあ忙しそうだなと思って離れたんだけどさ、はい、わざわざマネージャーが候補かなんかが、はい、高橋さん、ちょっと監督が呼ばれてますって、あ、マジかって。なんでそのマジかって。いやいや、用事があったんですよね。何言われるのかなと思って。あ、ちょっとドキドキ。まあ同級生だけどね、はい、まあ同級生だから怒るとか、うん、そういうことはまあ別にないだろうし、はい、あ、 何かなと思って言ったら、はい、だからどう思うっていうことから話は始まったんだけど、はい、まあ、まず熱く語ったのは DH のことだよね。原監督しかまだ言ってないんだよね、はい、だけどそれどういうことなのかっていうとさ、はい、やっぱ原監督の中でやっぱこうセ・リーグが弱いっていうのが納得いってないんだよね。日本シリーズ勝てないというさ、はい、だからもう屈辱的なんだよ、やっぱりね。負ける、セ・リーグは、セ・リーグは一生懸命こうやって戦ってるのに、はい、あの負けるっていうことがやっぱり嫌なんだよね、彼は。で、ファンの方もやっぱりセ・リーグが弱い、セ・リーグが弱いって言うじゃないですか。が尺なんだよ。あ、いや、それは分かるよね、はい、分かるし、だけど、いや、俺は話聞いたのはさ、はい、いや、だけど戦略的に、まあ、例えば8番9番とかそういうところに代打を送ったりだとかピッチャーを交代したりだとかするのは監督が一番やりたいことじゃないのって、うん、で一番うまいんじゃないのって。だって昨年だってそういう戦略で勝ってきた監督じゃないって、なんであえて DH なんだって言ったら、いやいや、もう俺のことはいいんだと。戦略とかどうのこうのとかいうよりも、やっぱパ・リーグに日本シリーズで勝てないということが、やっぱ DH を考えたときに、やっぱ力が劣ってると、はい、DH を入れることによって、ピッチャーとの完成度も上がってくるっていうんだよね。これ、どういう完成度かというと、やっぱパ・リーグのピッチャーってさ、やっぱ気が抜けないんだよ。で、セ・リーグのピッチャーっていうのは、まあ言えば8番、9番とかにピッチャーとかね。とかに抜けると、はい、だからそういうことじゃなくて、もう全身で全霊を込めてどのバッターにも行くような、はい、そういう精神じゃないとやっぱパ・リーグには勝てないと、うん、で、じゃあ来年勝とう、今年勝とう、そういうことじゃないと、長期的な計画を持ってDH を使っていって、やっぱパ・リーグといい勝負しないとプロ野球自体がつまらなくなるんじゃないかっていう危機感がある、はい、だからといってパ・リーグに DH 制なくせとは言えない、うん、で DH 制のいいところっていうのはもう一人レギュラーが増えると、 DH というレギュラーが、だから余ってる選手がいなくなると、うん、少しでもね、はい、なくなると、だからそういうことをこうすごく熱く語ってたよね。で、俺は DH 制は最初反対だったんだけどさ、はい、やっぱセ・リーグはセ・リーグでいいんじゃないのって思ったけど、やっぱ原監督がそういうふうに熱く語るとさ、はい、あ、なるほどなって。俺もセ・リーグ畑だから、うん、セ・リーグで、まあパ・リーグも行ったけど、はい、セ・リーグの選手だったから、なるほど、やっぱよくわかるよね、気持ちが。ああ、そこまで考えててくれたんだというセ・リーグのことをね、うん、ね、あれ多数決で決めるらしいんだよ。あ、そうなんですか。え、じゃあセ・リーグないのってことですか。セ・リーグないで、はい、誰か監督、監督かなんかオーナーか、はい、まあ、代表か出て、はい、多数決で決めるらしいんですけど、はい、だけどそんな決め方ってあるかってそうなんです、ね、多数決というよりも、はい、まあ、やってみて、うんうん、ダメだったら変えればいいじゃないか、うん、もう一度戻せばいいじゃないかって、うん、でも何もやらないよりはやった方がいいっていう原監督の考えだったな、まあ、確かにそれも分かるんだよ、はい、やっぱ変えていく必要はある、ね、プロ野球っていうのは、はい、でこのままでいいっていうことはまずない、はい、でいろんなことの改革をしていく、うん、その一つの中で、まあ、DH っていうのは原監督の熱い思いは
伝わってきたね、こっちにね。だからまあ、まあ、そういう熱い話をされて、まあ、なるほどなと思ったら、はい、まあ、応援したくなるよね。そうですね、うん、で、まあ、うん、で、まあ、DH のその話をされて、うん、で、あのドラフトの現役ドラフト、ね、現役ドラフトの話もされたっていうふうに、ん、それがさ、今年の7月半ばぐらいに、うん、なんか第1回のあるとかなんとかって言うでしょ、はい、原監督はもう熱く言ってたのは、いや、シーズン中に選手がドラフトされるっていうのはどういう思いなんだろうって。あ、選手の気持ちってことですね。そうそう、いや、原監督はさ、はい、去年ファームとの入れ替えが一番多かったんだよね、巨人って、はい、で、支配下選手の中の5、6人を残して全部入れ替えてるんだよね、一軍を経験させてる。で、それを考えるとさ、シーズン中にドラフトされてそのチームを去っていく選手の気持ちって何なんだろうって、モチベーション下がるだろうって。で、その周りの選手も一緒に戦ってたのがドラフトされて他のチームに行くって、これってありかって言ってたよ。あ、そうなんですね、うん、だからそれはやるんだったら3月ぐらいにやった方がいいって。あその、開幕の前ってこと。前だね。だからキャンプを見て、うん、まあ、うちではもう出れないとか、うん、そういった選手にチャンスを与えるとか、はい、でもスタートして、うん、ね、そのシーズン途中に移籍をしなきゃいけないっていう選手の気持ちを考えるとさ、俺は胸が苦しいって言ってたね。あ、そうなんですか。あ、だから選手思いだよね。そうですね、選手のことを思ってそうやって言ってた。だから時期が全然違うと、まあ、それとそういう時期にさ、はい、移籍するとさ、全部のサインを変えなきゃいけないんだよ。ああ、そういうことですね。もう攻撃のサイン、守りのサイン、すべて変えなきゃいけない。それも大変ですね。いや、そりゃ大変だよ。シーズン中の一番これから佳境に入っていく時に、はい、それ全球団がそうしなきゃいけない、ね、全球団がそうしなきゃいけないという、うん、だから現場のことを分かってそうやって7月の中頃とか言ってるのかなっていう、はい、あ、うん、その現役ドラフトに関しての意見だったり、その投票権っていうのは監督は持ってないんですか、12球団の。いや、だから、はい、まあ、例えば、はい、いや、僕はしませんと、うん、うちの球団はしませんって手を挙げても一、はい、人は持っていかれるらしいんだよ。あ、そういうことなんですか。そういう決まりがあるみたい。でも一人動いたらサインを変えなきゃいけないの、絶対に。いや、そうですよね。でも一人抜けるってなんでそんなことしなきゃいけないんだって。あ、そういう反対ではあると、はい、反対ではあるけど協力しないとは言ってないと、原監督はね。ただやっぱ時期をもう少し考えてやらないと大変なことになって、プロ野球が。そうですね。そりゃそうだよ。現場は預かっててさ、サイン一からやり直しだよ、こうあって。途中ですよね、うん、これサインミスとか出てくる可能性も、まあ、出てくる可能性もあるし、まあ、メジャーであったスパイ行為とかいろいろあったけど、まあ、そういうことにつながる可能性もあるよね。ゼロではないですね。ゼロではなくなるから、だからそういった意味ではもう少し慎重にそこら辺は考えてくれないかなっていうふうには言ってたね。それは俺も大賛成だよ。そうですね。やっぱ現場も経験してるし、はい、その大変さも分かるし、またその一緒にね、手をかけ育てようとしてる選手がさ、シーズンの途中でさ、抜かれていくっていうのはさ、やっぱ心苦しいよね。まあ、選手とすればチャンスがあるんだったらいけるけど、うん、チャンスがあるような選手っていうのをやっぱ果たしてドラフトできるのかどうかっていうことだよね。チームか。そうですね、話さない。そうだね、まあ、8人候補を出すらしいんだけど、うん、8人出すんですか、チームがね、はい、でもその選び方もそうできるよ、だから言って言われたら、その8人は、2軍の選手からってことなんですか。そうだよね、それはもう1軍の選手は動かないよ。ただその一軍の監督って、例えば年俸とかね、なんでからの年俸とかいろいろ規定があるんでしょうか。そういうのが規定があるんだろうけど、はい、うん、
まあ、だけどやっぱこう愛情を持って育てようとしてる中で、はい、まあ、抜かれるっていうのはなんか心苦しくてしょうがないという、まあ、そういうことは熱く語ってた。しかもさっきおっしゃってたように、うちはいいって言っても一人は絶対に持っていかれる。いや、うちはもう絶対参加しないって言っても一人は持っていかれるね。でもキャンプをさやりながらチームもこう動かしていかなきゃいけない。その中でやっぱ DH のこととかね、あの現役ドラフトのこととかいろいろこう考えながらやってんだなと思って、多いだからもう、まあ、同級生原監督は、はい、終わったらコミッショナーやればいいのにな。あか、もう次はやっぱもう現場もやって、はい、もうなんかこう分かってて、うん、である程度の説得力があって、はい、ね、それなりのこう知名度もあり、うん、まあ、それなりっていうんだ、大きな知名度もあり、まあ、そういう人間がやっぱこうコミッショナーとかね、うん、まあ、座ってくれるとやっぱもう少し円滑にいくかなっていう、まあ、新しい風というか、うん、なんか現場の意見もこうもっと上に行くんじゃないかなっていう、まあ、今後の動向がね気になるけどね。そうですね、そういう DH だとか、はい、あの現役ドラフトはね、うん、まあ、注目しておいてくださいね。そうですね、はい